ちょっと行ってみよう、あっち行ってみよう。どっち乗り物があんの。みんな登っていくんじゃない、それ。本当だ本当だ。いいんだよ、これやんなくて、こがなくて。え、あ、そうなんだ。ここ、こがないんだ。楽しい。すごい景色、見て、海が。海、すごい。写真撮りたい。ね。え、でも、泊まれるでしょ。こっちはこんな景色でーす。ちょっと待って、早いね、ちょっとよ。ブレーキ、あ、ブレーキあるんだ、一応、ここに。これブレーキ。これだけ、これだけ。ふふー、かわいい。怖いんだけど。さっきバンジー飛んだ人が、こっちが怖いですよ。怖い。こんな景色。はい、楽しかったね。アイスワールド。次はこれですか。はい、アイスマイナス30度の世界。寒そう。行ってみましょう。で前さ熊本のさグリーンランドで入ったよね。はい、じゃあ行ってきます。クリオネがいるんだって。もう涼しい。え？いやまだ。涼しい。本当？ね、うわ、お、涼しい。あ、すごい。え？寒い。うわ、すごい。寒い。寒い。寒い。いや、寒い。いや、そりゃそうですよ。マイナス30度の世界。すごい。うわうわ。すげー。これ人工雪かな。うわ、本当に。いやいや、そんな怖いもんじゃない。あ、綺麗。北極熊。寒い。お腹痛い。北極グマがいますね。北極グマ。こんなさ、グリーンランド寒かったっけ。寒いよ、めっちゃ寒かったもん。すごい。おー、明るい明るい。あの、言うとですね、うん、あの、アイスの、うん、あん中に入ってる感じ。いや、もっとだよ、冷凍庫だってマイナス8度とかだもん。うっ、北極グマがいますね。うー、寒い。寒い。一瞬でめっちゃ寒い。空気吸ってごらん。あ、なんかピノみたい。寒い。めっちゃ寒い。長いんだけど結構。いやーね、こんなすぐ終わっちゃったら400円ですね、一回。うー、ペンギンだから2人で800円です。2人で800円です。高い高い。真夏は最高だね。うー、寒い。え、終わり？以上？あ、以上だ。うーそれ。あ、クリオネ。見て、パパのメガネめっちゃ曇ってる。めっちゃ曇ってるこれ。見て。あ、クリオネ。ちっちゃい。え、見て。え？メガネが曇ります。いや全然全然曇ってないでしょ。ねえやばいじゃん。パパ全然。曇った？全然曇ってないでしょ。いや、すごい寒かった。もう一瞬で寒かった。はい、じゃあ次行こう。射的とか。さあ、射的。あ、あれがね、鉄砲がね。あ、よく狙って。お、当たったけど落ちず。落ちなかった？うん、今当たったよね。あー、当たった。ちょっとずれた。あー、ちょっとずれた。なるほどね。あー、当たらず。どこに当たった？下だったね、ちょっと下だ。じゃあやったよ、パパ。いいよ、やんなさいよ。一回やった。当たらず？うん、わかんない。当たらずだったね、今。じゃあ最後一回やれば。いいね、やって。あ、いいよ。
当たらず。お願いします。いらっしゃい。ファミリーコースターですね。一番、いや一番後ろでしょ。一番後ろだよやっぱり。貸し切りですね。貸し切り。おっ、もう一周ね。はい、2周の旅でした。時間にして大体30秒ぐらいでしょうか。一番後ろの方が勢いあるでしょ。ほんと？めっちゃ勢いが、勢いがさ、ね、あの、くるんってなると思う。ね、ほんとだね。うん、貸し切り。イエーイ、楽しかったです。じゃあ、したら今からブルーベリーとかアイスを食べたいと思います。ね、パパ牧場ソフトがいいかな。じゃあ、ブルーベリーがいいな。まあ、これも楽しそうだけどね。ちょっとちっちゃい。これね、楽しそうだね。これ？ね、下で掴むくじやってるよね。え？掴むくじなかった？一回サインが。いいよ。あ、あるよ。牧場、あ、いいじゃん。食べようかな。飲みまーす。はーい、パパバニラです。ひなちゃんミックス。でかっ。はい、じゃあ次はね、もう充電がやばいですね。やばいですね、はい、中9時いくよ。今日は3頭が欲しいです。3頭、うん、掴めないね、意外と掴めない。飛んでるやつはやっぱ掴みたいよね。あ、そっち行くわ。あい、掴んだ。来た。あ、行きます。さあ、さあ、お、すごい。一番下だけよ。今一番下よ。え、なんで簡単ですね。はい、じゃあこちらになりますので。よかった、すごい。外れなしだから一番下ってことですよ。あ、そういうこと。一番下でもいいじゃん、これが良かったんでしょ。黒がいいかな。黒、はい、どうも。イエーイ、良かったじゃん。うん、イエーイ、マジで。自分のお土産だね、これはね。うん、そうだね。はい、じゃあ帰りますよ。すごい重いね、これ。すごい重い。瓶が6本入ってる。瓶が6本。もっと入ってる。牛乳瓶が入ってる。というわけで、楽しかったです。明日はひまの誕生日パーティーなんですよ。それでね、ひまが一番楽しかったのは、あの、あれ、ジェットコースターとか、あと、バンジー。バンジー楽しかったね。うん、あとあの、ターザンも楽しかった。ね、あのね、無感覚だった。ターザン？違う違う、バンジー。バンジー。そしてね、結構ここバンジー、あの、あれです。初心者向け。本当。今日は初めてやったけど、すごい楽しかったです。もし感動が良かったら、高評価。